リーランスのセゾンプラチナビジネスカード、年収チャンネル限定、初年度年会費無料、最大10万円キャッシュバック、税金支払いが超お得、概要欄からお申し込みください。はい、ネイジャムです。アイオです。今日はですね、ゲスト門坂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。門坂さん2回目ですよね。はい、そうです。今回2回目です。はい、今回来させていただいたのは、前回すごく反響があったんですけども、はい、コメントの欄を見た時に、おさんくさいとか、これは詐欺だとかね、はい、そういうことが書かれて、はい、すごく憤慨したので、はい、今回それをリベンジしようと思ってやってきました。怒りの出演ってことですね。そうです。なかなかないと思いますけど、前回見てない方もいらっしゃると思うんで、はいはい、僕から簡単に紹介すると、僕も実はあんま覚えてないっていう感じなんですけど、確か物販とか個人でできるよと、中国で物作って売ったら個人で物販で稼げるんだぜみたいな話をしたと、副業でね、はい、自分で中国で作って日本のアマゾンで販売するっていうのを紹介したんですけど、どうもちょっと詐欺だとかいう声がすごく多くて、なんとかリベンジしたいなと思って。あれなんかなんだっけ、はい、手品用のナイフがどうたらこうたらみたいな、あ、はいはいはい、川坂さんでしたっけ。 あれはもう一人の方なんですけど、もう一人だから、はい、もう一人の方なんですけど、基本は一緒なんで、専門作ってるから誰が何話したかちょっとごめんなさい、覚えてなくて、まあ、多分あの、覚えてたら逆にすごいなと思いますんで、個人でできるそのウェブ以外の副業みたいな、はい、なんかフリーランス独立方法みたいな切り口で物販あるんじゃないみたいなんで、前回門坂さんが出ていただいた気がしますね。まあ、あんまり記憶ないかなっていう。結構前ですもんね。でももう半年ぐらい前、半年ぐらい前ですね。そうですよね。でコメント欄でうさんくさいって書かれて、はい、そうですね、紹介してるんですか。具体的な内容言わなかったので、はい、全体の構成で話したので、ふわっとした分だけ、ふわっとした分で、余計にうさんくさいわ。でも知らないから見たらもうなんだっていう感じだったので、はい、だって絶対僕覚えてないですけど物販稼げますよ、中国で物を作るんですよみたいな話ですよね。そうです、そうです、はい、何作ってんですか例えばみたいな話僕聞きませんでした。多分そうなんです。そこで具体的なもの言わなかったから、余計言わなかったんですか。言わなかったから余計にうさんくさいわ。それは作ってないんじゃないかっていう話なんでね、はいはいはい、だからまあ今回はそこをビシッと決めたいなということですね。じゃあ何を説明してくれるんですか。まずは物販でいろいろあって、うん、まあ、コメントによくあったんですけど、うん、メルカリとかヤフオクで簡単にこう転売とか無在庫とかいろいろあるんですけども、うん、私たちのやってる物販は転売ではなくて販売なんですね、うん、要は中国の工場で商品を自分のブランドで作って、それをアマゾンで販売するという、うん、まずそこを理解していただきたいなというところですね、はいはいはい、よく言われる物販で在庫持つんじゃないかという話があると思うんですけど、うん、私たちは在庫を持たずにやる、うん、持たずにというのは自分のところに置かずに、例えば日本であればアマゾンの FBA という倉庫に保管してそこから発送してもらうとか、うん、あと中国の代行から直送してもらうとか、うん、そういったものを使ってるってことですね。年収チャンネル印のなんとかを中国で作って、はいはい、それを販売するみたいな。例えばまあユニフォームね、年収チャンネルのスタジャンとか使って、ね、まあ、今スタジャン流行ってますよね。うさんくせー、門坂さんうさんくせー。でもそれもできるってことなんですよ。それと全然変わらないことを個人でするってことですか。個人でできるってことですね。で基本日本でやろうと思ったらできるのはできるんですけど、ロットって言ってこう作るのが数多かったりとか、うん、やはり金額が高いんですよね。だから別に日本でも当然みんなやろうと思えばできるけど、うんうん、中国だから安いから、そうです、リザヤが取れるからってことですよね。そうなんです。それともう一つは品質がやっぱりね、断然良くなってきてるんですよ。へえ、中国ですか、うん、はい、めっちゃ悪いイメージありますけど、ちょっと今から商品をお見せしたいと思うんですけど、パーツしないですか。2年で壊れないですか。まずですね、お持ちしたのがこちらなんですよ。2つありますけど、これ何ですか。これエアポッツじゃないですか。エアポッツですよね。これどっちが本物か分かります。言ったら俺こっち、言ったらこっち、こっち、はい、こっち、はい、じゃあ俺こっち、こっち、はい、実はこっちが本物なんです。だって俺これ持ってる、俺持ってる形これだよ。え、マジ？エアポッツプロっていうのがあります、ね、高い方の3万ぐらいのやつはこんな形なんですよ。でエアポッツはこれなんですね。でこれ本物なので2万ぐらいするんですね。実際こっちが中国製品なんですよ。もうほとんど見かけも中身も一緒なんですけど、全く変わんないじゃないですか。 いくらだと思います、これアマゾンで。え、それはそのアップルが作っているやつは別なんですか。それは中国で作った、アップル作ったのもこっちでこういう感じのやつがあるんですか。あります。アップルはアップルでちゃんと正規品があるんですけど、はい、それを中国の工場が真似てワイヤレスイヤホンを作ってるんです、これはアップルのものじゃないんですね。ないんです。で先ほど言った個人でも作れるようなこういうものなんですね。ちょっとトリア、俺のエアポッツプロ持ってきてよ。これが今アマゾンで一番ワイヤレスイヤホンで売れてるんですよ。え、だってこれっすよね。これ、これです。はい、これです。これっすよね。もう真似てますね。全く一緒ではないんですよ。ほぼ似てますよ、ね。なぜかというとこれも全部多分中国で作ってるからなんですよ。これ3万いくらですか。3万、定価3万です。で、これいくらだってますか、アマゾンで。250円。それさ、あのそれクイズの成り立ちとして言っちゃやっちゃダメなやつなの。それ、儲からないでしょ、250円で売ったら。それ言っちゃダメなの。だいたい1万8000円とかって言って、じゃん。そういう答えが、そういう答えがもらいたかった。
もリアルに1号ぐらいな、はい、これ実際今3500円、これベストセラーといってアマゾンで今ワイヤレスイヤホンで1位なんですよ。一番売れてるワイヤレスイヤホンで検索すると5万件ヒットするんですよ、うんうん、大体数万商品あるんですね、その中の一番売れてるやつです。先ほど言った3万のやつと比べたら確かに品質は劣ります、うんうん、ただ Bluetooth も全部ノイズキャッセルも全部ついてますので、だからもう全然普通に使うには問題ないです、うん、それを個人の人が普通に作ってる、まあ、こういうものを作ることもできるということですね。ただ今回紹介したこの商品は今ちょっとデータをお見せしてると思うんですけど、大体これが月 Amazon で1億売れてるんですよ。1億円数で2万8000個1日で大体の1000個。それはでもヒット商品作れたらもちろん売れるよねっていう話だと思うんですけど、はい、今の話は市場の話でね、アマゾンはこんだけ売れるんだよっていう話をさせてもらって、これ一つで1億も売れるような市場なんですね。だからアマゾンで一番大きな市場なので、そこで販売するのがいいということですね。ただ私たちは1億もやろうと思ったら仕入れもできないので、だからどういうところをやるかっていうと、これはレッドオーシャンって言っても本当にライバルが大きいとか企業がやるようなところなんですね。ですから個人はもうちょっとこう小さな市場でやっていくんですけど、例えばどんな商品かとなると、はい、次にお見せするのがこれですね。何すかそれ、はい、怒りのナイフ的なやつですか。怒りのナイフ的なものですね。これ何だと思いますか。これ何すか。ノコギリじゃないですか。そうです、はい、これ携帯ノコギリっていうやつですね。ほう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 、こういう感じでノコギリですね。これがまあ私たちはマジックのやつではない、マジックではない、これは本当の その人本当のノコギリなんですね。これがまあ Amazon でも結構売れてまして、これはキーワードで検索すると500ぐらいなんで、小さな市場。500っていうのは、はい、500万、市場キーワードで検索した時に商品が出てくる検索ヒット数ですね、はいはい、だから500なんで小さな市場なので、うん、ニッチ市場というところなんですね、うん、これちなみにアリババで全く同じものが売ってるんですよ、中国のサイトで。いくらだと思います。アリババだったら安そう。アマゾンで今1400円弱ぐらいで売ってるんです。で仕入れはいくらかって話です。アリババは600円。600円、7円。もうそれ違うのよ。もう素晴らしいですね、7円で冗談ですよね。600円とか、まあ、近いですよね、はい、実際は9元っていうのは、まあ1元今17円なんで、レートでだいたい150円ぐらい。安っ。そっちの方が近かったね。7円の方が近かった、まあ、7円までさすがにあれなんですけど、150円なんですよ仕入れ原価は。ただそこに国際送料とかいろいろ入るので、はい、計算したやつがまあ今出てると思うんですけど、ただこれでもやはり500円ぐらいの利益出ますので、それの利益が出ることと、うん、だからみんなもできるようはまた別の話じゃないですか、はい、ですからこういった商品がもう山のように Amazon で1億商品あるので、そういったところでこういうものを見つけたら真似をしていくんです。真似をするっていうのは、ただ同じものを出してもこれは意味がないので、うん、この方は何をしてるかというと、ここによく見たらブランドのあれを入れてるんですね。でこれを入れることによって自分のブランドとして販売できるんですね、うんうん、ですから売れてる商品を見つけて自分のブランドでやれば自分の商品だけで売れるっていうこと。あ、だから要はアマゾンで1500円ぐらいとかもともとあったのを見つけて、はい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 、1500円でこんな売れてんだったら、はいはい、似たようなのを中国で150円で作っちゃえば、はいはい、1500円じゃなくて1200円で出せばめっちゃ売れるよねっていうのを見つけて、はいはい、そうですね、中国で自分でこういう仕様で作ってくださいっていうのを発注して、うん、はいはい、っていうことですか。そうです。もともと作るともやっぱりすごい生産コストでかかるので、はい、こういう出来合いのものを探すんですよ、アリババで。例えばアマゾンでこれが売れていたら、まあ、色違いとかデザインが違うとか、うん、ちょっと機能形状が違うとか、はい、そういうものを先ほど言ったこれだけ売れているという市場で分かっているので、それより安い値段出せば同じ効果が得られるということです。それがこの販売のところなんですね、うん、なるほど。徹底的にパクるわけですね。もうこれはでも TTP で、それで資金が出てきたら OEM といってもオリジナル商品も作ることができるので、うん、もう全く市場にないもの、はい、例えば楽天で売れているもので Amazon にないものとかを自分で作って出すとか、うん、売れている事実のデータをもとにやっていくという感じ。これは ODM ってやつなんですか。 ODM ですね。 ODM は中国にある既製品にブランド名とかタグとかつけるだけなんです。ああ、なるほど。だからコストがいらないんですね。出来合いのものにブランドを印字するとか、うん、パッケージを作るというだけなんで、出来合いの T シャツに年収チャンネルって入れるだけ。 T シャツに印字は本当にもうシンプルで簡単で安く、そういうことですよね、はい、でもですから、そのナイフの場合は Amazon 売ってるものと似てるやつアリババで探して、それに ODM みたいな。そうです、はい、あの自分の印字ブランドで販売するってことです、ね、そうするとマネができないんですよ他の方が。もっと言えば商標登録とかで取れば他の人がもう販売できないので、そこの市場を取れるっていう感じですね、うん、まあ、そういう商品をたくさん作っていくと。ちなみにこれでも20万ぐらいの利益ありますので、毎月、はい、毎月で、まあ、ずっと売り続けるので、まあ、それを商品数を増やしていけば月収100万とか200万も夢ではないと、ね、美味しい気がしてきたどうなんだろう、まあ、誰でも出せるんですけど、やはり今度は売り方とかね、販売のところで広告とか SEO とかこの辺が大事になってくるので、その辺が使えないと出すだけでは売れないということですね。なるほど。
確かに俺らでさ、よくさあのゴルフの練習器具とかさ、はい、買うじゃん。無駄に高いけどさ、ゴルフ知らない人からしたらさ、こんなよくわかんない物体になんで3000円とか出すのみたいな。でも確かにあれさ、それこそ ODM で同じの作ったら300円ぐらいでできたのばっかだよね。爆儲けできると思うよ多分。そういうんだろうね。だからもうほとんど多分身の前にあるものは中国の商品が溢れてると思うんですよ。確かに、まあ、最後なんですけど、そういったものをやっていくんですけど、個人の方で本当にできるのかっていう話じゃないですか。本当に簡単に始めようと思ったらこういうものです。何持ってきますか、ね、これ何か分かりますか。水筒のキャップ。あ、水筒のキャップ、うん、素晴らしいですね。何だと思いますかこれ。これ絶対見てると思います、ね、絶対見たことあると思います。ある、ありますよね。ガチャンって最後できるやつ。そうそう、ガチャンとできるやつですね。何に入れんだっけそれ。何に使いますか。なんだ。なんだ、思い出せ。ガチャンって最後やるやつたまにあるじゃん。給油口。あ、そうですね、素晴らしいですね。これあのガソリンのところに入れる。ああ、やっぱりフェールタンクキャップって言うんですけども、うん、それ車のあのガソリンのところですか。車のガソリンのところギュッてる。そんな買うやついないでしょ。これも中国の商品なんですよ。これもあのアリババで調べたらいくらと思いますか。また最後の最後の質問ですけど、アリババで買うとしたら、これですね。もうここまで出来上がってる。でも学びましたよ。販売価格は1300円ぐらいですけどね。じゃあもうあれですよ、はい、120円ぐらいですよ。120円、ありがとうございます。15万。ありがとうございます。逆に高いと。今はね、半導体もないのであんま関係ないですけど、これはあの1元17円です、うん、17円。先ほど7円が近かったんですけど17円です。これはもうこれで出来合いでパッケージに自分のブランド入れて売ったら、これで市場結構大きいんですよ。キーワードでやると2万件ぐらいヒットするんですよ。で、なんでかというと車の種類いっぱいありますよね。で、車によって違うんですよ。で、これプリウス用なんですよ。プリウスとかノアとかトヨタのある一種の適合するやつなので、そういうニッチなところでもこれでももう15万とかの利益になってるんですよ。こんなんだって作って買う人がいるっていう事実すら怪しいっすね。まあでも世の中にあるものは誰かしらが作ってるわけ。そう、作ってるんですけど、ただやっぱりこういうの欲しい人も、これが月に200個ぐらい売れてるのかな。へー、はい、200個売れてる。毎月に200個。それ1個あらりいくらなんですか。あらりがこれ652円ですね。あらり652円で260個ぐらい、ね、1万ぐらいあらりっていうことですね。そうですね、利益率 44% です、うんうん、あの全部引いて、うん、月で15、6万とか17万とかですから、こういうものとかのこぎりとかもらってくると10個やるだけで150万とかね、200万の利益。それもアマゾン、先ほど言いましたようにメルカリとかこうお客様のやり取りとか自分で発送とかあるんですけど、アマゾンないんですよ。全部アマゾンがやってくれるので、自分はもうこれを倉庫に送るだけで終わりなんですね。こういったビジネスが本当に副業としてはすごくいいと思いますね。なるほど、はい、次数万のあらりとかなら1個商品当てられればすごい来そうですね、はい、最終的にそういうものをアマゾンで販売してて大きな利益とか売り上げが立つと、アカウントごと販売できるという、まあ、最近入りのバイアウトってやつですよね。確かに、はい、最近なんか結構それ聞きますね、アマゾンアカウントの販売っていうんですか。そうですね、アカウントごと商品も全部譲渡するっていうのがあって、うん、例えばサイトストックというこういうサイトなんですけど、ここを見るとアマゾンと検索してもらえばいくらで売りますよっていうのが売り買いがされてます。なんで買う人がいるんですか。初速というか、こういうビジネスをやりたいけれども、もう細々したものが嫌だ、それだったらもうパッと買ってしまって、それで始める方とか、まあ、企業ですよね、企業がそういう自分の媒体に合うものを扱っている人のやつを吸収して大きくしていくというやり方とかですね、それが流行ってるということですね。それこそアマゾンの SEO ノウハウ持ってる人とかが買って伸ばしてみたいなのもあるらしいよ、はい、そこそこ売れてるやつをさらにこう上げるとか、ね、だからそういう場合までつなげていくと、実際まあこちらまあ6000万で販売されているアカウントとかもね、育てていって、まあ売れるアカウントを作れれば結構大きな。会社員の人がそれをやろうと思ったら初期いくら用意すればいいですか。まずはですね、10万20万から始められますね、はい、10万20万で何するんですか、はい、まず先ほど言った、まあ、こういったあの簡単なものを安く仕入れて、うん、テスト販売ですね、アマゾンで10個とか20個でも販売できるので、うん、そういったところからやって、まあ、売れるって分かったら100個とか200個仕入れていくというやり方ですね。でもそれは在庫を持つっていう話になっちゃう。それは全部アマゾンの倉庫に置くんですね、自分のところには置きません。全てアマゾンの倉庫からお客様の購入からお金になるやり取りも全部アマゾンがやってくれますので、うん、自分は商品を作って送るだけなんですね、アマゾン、中国からアマゾンの倉庫に送るだけです、うん、そこの作る部分ではただ在庫を抱えるというか、一回自分で仕入れないといけないわけですよね。そうそう、はい、まあ、それは絶対物販ではものがあるので、うん、あ、そうなんですね、受注生産ではないっていうことですね。受注生産ではないです、はいはい、作ってある程度テスト販売して売れると分かれば100個とか200個やっていう、うん、
なるほど、まあ、それで利益の2倍4倍バイアウトできればまた大きな収入になるということですね。うさんくさいと思った方、思わなかった方、うんうんうん、一旦じゃあ概要欄の門坂物販大学でしょ、ね、そうですね、はいはい、まあ、今言ったところ の、まあその中国から工場で製作から、うん、その仕入れの物流というのも持ってますので、うん、上海から大阪に仕入れるルート、うん、それは販売すべてこのノウハウを、まあ、こういうコミュニティでやっていますので、まあ、ぜひ興味のある方はね。パクリ方とか教えてもらえるんですか。もうすべてのノウハウを教えていきます。本当ですか、はい、大丈夫ですか。もうそれ以上にやっぱ SEO っていうのが大事だと思います。 Amazon SEO ってやつ、そうです。 Amazon には商品がいっぱいあるので、見てもらえるところに商品を出さないと売れないっていうのがありますんでね、それを独特なノウハウでやってるっていう感じですね。これでどうでしょうか、はい、皆さん物色できたでしょうか。とこれでも詐欺だと言われたら何と言ったらいいのか分からないですけど。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。